恒例の東京港まつりが開かれ、晴海の客船ターミナルは家族連れでにぎわいました。このイベントは昭和16年5月の東京港開港を記念して行われているもので、今年で65回目を迎えます。ターミナル付近には航路の安全を守るため浚渫作業を行ったり、実習や研究を行う珍しい船が並び、家族連れなどが普段は立ち入れない船内を興味深そうに見学していました。このほか防災体感フィールドも設けられ、東京消防庁や自衛隊の防災用の特殊車両や機材などが公開されています。東京港まつりは明日まで開かれています。